止められれば何でもやった。帰り見なかった自分も家族も新たな世界へと進むために、名誉だと信じていた。だが違った。誰かが来るのをずっと待っていた。絶望の淵で夢でおっしゃったのだ。君が物事を正してくれると、あるべき形に戻してくれると、君が救済をもたらすと、私が君にできることは何もない。だが神にはできる。さあ、来なさい。その不屈の心を称えよう。人に来ること自体が試練だからな。神の炎による浄化の雨、神は我々の行くべき旅路を示された。私はニューエデンに至るために何が必要かを悟った。人々が外に出るようになると、私は信者を集め新たな道へと導いた。旧世界とつながりのあるものを拒絶せよ。新たな社会を創造し、大地の恵みから必要な分だけを取って生きるのだと。厳しく暗い冬は私を絶望させた。
だがその絶望の中で救いを見つけた。それがこの木だ。ここに実る神の恵みが我が家族に飢餓と疫病に耐える強さを与えてくれた。ニューエーデンは栄えた。我々は地上の楽園を築いた。だが平和は長続きしなかった。あのイナゴの群れが来たせいで。彼らハイウェイマンは我々が拒絶してきたものを体現している。魂が腐り病んでいる。だが君は違う。君の魂には価値がある。これこそが君の助けとなる。神の恵みだ。ずっと我が家族を支えてくれている。君に託そう。最初にこの恵みを口にした時、私は貪欲な獣と相対した。自分自身と。その瞬間、これに打ち勝つ者こそ神の恵みに値するのだと悟った。魂を清めなければ私はあの獣に食い尽くされていたことだろう。神の試練だ。魂を清め、君がやり遂げれば、君の魂に汚れがなければ、君は神に使わされた指導者ということだ。そうすれば私も戻れる。我らの奇跡は生き延びる助けになるが、無条件にその恩恵に預かれるわけではない。この奇跡は魂を糧とする。その魂が汚れているのであれば、恐ろしい代償を生み出すことになるだろう。私の導きに従え、生き残りたいのだ。弱り
てた時こそ好機だ。
暗闇の中で内なる獣と戦うことはできない。Ha!
魂を浄化する。君こそが導き手だ。共に行こう、ニューエデンに。未来を開きたければ私の言葉を受け入れるのだ。もはやジョセフは我々を救ってはくれない。二度と戻って来ないのだ。さあ今こそ幻影を打ち破って。そしファーザー、イーサン。ファーザー、ファーザー、今までどこに。エデンの全てが危機に瀕していた。それなのにお前は俺たちを見捨てて消えた。なぜだ。神の言葉を聞いていたのだ。神の言葉を。我が子らよ、君たちは苦しみそして恐れている。私はそばにいてやれなかった。だが見捨てたわけではない。神は示された。この暗闇を抜けるための道筋を。もはや壁の内で身を潜める必要はない。強欲なイナゴの群れが過ぎ去るのをただ怯え願うのはもう終わりにしよう。戦いの時が来た。神はそのための剣をくださった。見よ、神はこの者の魂が純粋であると認められた。私は伝えに来たのだ。この来訪者こそが我らの指導者だと。ファーザー、今こそゲートの外の略奪者どもに立ち向かうのだ。そして共に神が約束された未来へと歩みを進めよう。待て、お前は俺たちを捨てたんだ。何も言わず
何も教えず、だから俺は必死で皆を導いてきたんだ。それを今さら俺は認めない。勝手に舞い戻って指導者面は許さん。そうよ、指導者はこの俺だ。指導者はジョセフだ。ユーエデンは俺が導く。私たちはファーザーに続く。息子よ、私がいない間のお前の重圧は理解している。だが神の意志だ。願いを犠牲にしなければならない時もある。神の命は絶対だ。お前が何を犠牲に。いつかお前にも見える光が。さあ皆で始めよう。なすべきことは多い。祝福を。君と話がしたい。すでに我々の戦士が夜通しハイウェイマンと戦っている。日が昇ろうとも攻撃の手を止めないよう指示を出すつもりだ。向こうの注意を引きつけている間に迅速に動いてほしい。永遠に戦えるわけではない。そして神の恵みを忘れるな。君が知っているのは神の力の一端に過ぎない。無駄にはするな。ジャッジにも君についていく許可を出す。力に耐える場面もあるだろう。無口だがきっと助けになるはずだ。指導者になるにはまずは我々の剣となれ。さあ行け。平和を願う皆が安心して暮らせるよう道を切り開くのだ。仲間を助けるために来たんだな。いい心がけだ。
不屈の心を称えよう。北に来ること自体が試練だからな。仲間を人は皆罪人。イーサンの罪は傲慢だ。あの子には私の言葉が届かない奥深くに何かがある。それが気がかりだ。よそ者が知恵を脅かせば、イーサンの中の獣は怒りを餌にして兄弟になるだろう。母親のことを思い出させてやるべきだ。彼女は傲慢さを捨ててあの子の命を守った。昔ならば若さゆえに理解できなかっただろうが、今こそ理解すべきだ。私たちの土地を取り戻さないと。ファーザーの教えを忘れるな。皆がお前のことを話して、いずれあなたにも分かるわ。状況はものすごい速さで変化している。そうだ。神が見てるわ。私たちもね。盗賊がいかに残酷か分かったはずだ。
あなたの行動を見てから判断するわ。最近は食事中に家族の恐怖を感じる。ホームのことは残念だったわ。なるほど。我々の道具は今よりも神から愛されていた時代に由来するものだ。平和と繁栄の10年がこのやすやすと壊されることになるとはな。双子のせいであなたが失ったものを持ってる。ニューエデンの助けが欲しいんだろう。分かっているぞ。あなたなの？
あなたについて面白い話を聞いたわ。奴ら飯抜きで働くといいな。俺らが飯やるわけでし。Yeah, well, yeah. Something like that.